こんにちは、タカラテクトです。いつも動画をご覧いただきありがとうございます。さあ皆さん、季節の変わり目ですけど、体調管理いかがでしょうか。私ね、子供たちの新生活もありながら、そのね、対応いろいろと、まあ、弁当作ったり送り迎えしたりとか、結構早起きのね時間が増えて、家族連続でね、順々に体調を崩していったこともあってですね、かなりドタバタしておりました。やっとね、僕も体調も落ち着いてきまして、まるでね、仮想通貨市場のようですけれども、やっと復活の兆しを見せております。さあ今回はですね、国内の仮想通貨取引所ですね、ゴールデンウィークに向けた対応を発表しておりますので、その情報をシェアしていきたいと思います。5月1日からね、ついに新年号令和が始まるわけなんですけれども、やはりね、新年号になってからですね、仮想通貨並びに金融市場のね動向が気になるところなんですけれども、まあ、実際のところビットコインの価格もですね、非常に、いい流れになっておりますね。上昇基調を保っております。4月、16日にですね、下落をしているんですけれども、こちら逆シンプソン相場を形成して、反発、をしましてですね、そして、こちらですね、直近で言うと、4月21日ですね、そちらでも下落を見せておりますけれどもね、見事に弾き返して、反発して、今ですね、もういよいよ60万円、日本円にして60万円のね、壁を破っておりますので、かなり期待したいところですね。僕もですね、少し前の動画でですね、5月の方で上昇基調を見せるんじゃないかというような動画を撮ってたんですけれども、それがね実現しそうなところですごく嬉しいんですが、まあ、その大きな、ね、流れをどんどん着々と作ってきておりまして、そして、連休に、ね、入ってくると気になるのはやっぱ株式市場の流れなんですけれども、ですね、セルインメイという格言が、ね、あります。5月には、ね、こう株を売りなさいという株式市場の格言がありますけれども、まあ、実際のところですね、その仮想通貨市場にこちらは当てはまらないような、ね、流れになっております。むしろこの株式市場の資金が、仮想通貨の方に流れてくる。そして今はね、こういった上昇基調に、入っているところで、すごい期待感がね、高まってくる、予想をね呈しておりますので、はい、僕は個人的にはね期待しておりますのでね、まあ、参考にしていただければと思います。このままね、5月に入ってご周期相場にね、はい、なっていてもらった方が僕としてはねすごくいいので、頑張ってもらいたいところです。まあ、それではね、各取引所の、ですね、対応さーっとね、シェアしていきたいと思いますね。ぜひね、それぞれ複数にね取引所をこう構えている方がほとんどだと思うんですけれども、まあ、注意したいところは、日本円のね入出金サービスクイック入金ですね、そこに対応する仮想通貨取引所多いんですけれども、利用する金融機関ですね、銀行などがね休業している場合は日本円が入金できない点ですね。ですので、連休中に取引したいなというふうに考えている方、各金融機関の連休中の対応についてぜひ確認してみてください。それでは仮想通貨取引所の対応なんですけれども、まずビットフライヤーですね。連休中ビットフライヤーは4月29日、5月の3日、4日、5日を休業日としていますね。そしてそれ以外は通常通りサービスを行うということです。この、休業日の間に、休止するサービスは日本円のデポジット入金解約カスタマーサポートになりますので、注意してください。さあそして VC トレードなんですけれども、通常通りのサービスですね、仮想通貨の取引サービス、仮想通貨の入庫、そして、日本円の入金ですね、こちらは通常通り行われます。休業するサービスは、日本円の出金ですね。そして、4月26日午後7時以降より休業と、そして仮想通貨の出庫も同じく4月26日午後7時以降より休業ということですね。カスタマーセンターは休業するんですが、緊急時の対応としてメール専用の問い合わせ窓口の設置を行うそうです。そして口座開設の受付も、ね、休業しますので注意してください。さあビットバンクですね、通常通りのサービスに関しては仮想通貨取引サービス、そして日本への入金ですね、こちら入金番号を忘れの入金の対応は5月7日以降になりますので気をつけてください。仮想通貨の預け入れ引き出しですね、多額の引き出しは5月7日火曜日以降に手動承認する可能性がありますので、こちらも注意してくださいね。休業するサービスに関してはサポート窓口ですね。そして日本への出金、4月25日木曜日15時以降の出金申請は5月7日より順次対応するということですので、時間の、ね、方もぜひ気にしてみてください。
はい、そしてリキッドバイクをいいねですけれども、こちらはですね一応表の方もありますので、まあ、動画を止めてスクリーンショットを、撮っていただいても、構いませんのでね、はい、こちらぜひスクリーンショット撮ってみてください。まあ、と通常通りのサービスとしてはですね、仮想通貨の取引サービス、仮想通貨の入出金、クイック入金、新規口座の登録申請、お問い合わせ対応は通常通り行われるようですね。休業するサービスは、口座開設に関わる審査業務、そして日本への入出金反映ですね、こちら、はお休みになりますのでね、気をつけてください。はい、DMM ビットコインですね、通常通りのサービスは仮想通貨の、ね、取引サービス、そして仮想通貨入庫、そして仮想通貨出庫ですね、出庫申請の受付後3営業日以内ということになっています。クイック入金ですね、そして仮想通カスタマーサポート、お問い合わせフォーム、 LINE の方は通常通り行われるようです。はい、休業するサービスはですね、日本円出金ですね、ですね、4月26日金曜日の正午12時までの出金申請は5月7日に反映と、それ以降での出金申請は5月8日以降の反映となりますので注意してください。口座開設手続きの認証コード発送ですね、こちら最終発送日が4月27日土曜日になっておりますのでね、気をつけてください。苦情及び紛争の電話相談、こちら3つがですね休業するサービスに、なっております。こちら DMM ビットコインですね。さあ、ビットポイントですね、通常通りのサービスは仮想通貨取引、そして、即時入金ですね、入金エラーの対応は5月7日以降になりますので気をつけてください。資金振替、そしてカスタマーセンターですね、フォームからの問い合わせ、になっております。休業するサービスは日本円出金ですね、そしてカスタマーセンター、こちら電話からの問い合わせがお休みになりますので気をつけてください。はい、BTC ボックスもね、こちら表が出ているんですけれども、ぜひ、動画を止めてスクリーンショットを撮って、ください。まあ、下の方に書いてるんですけれども、通常通りのサービスは、仮想通貨取引サービス、そして、ビットコイン融資、仮想通貨の入金反映ですね、そして日本への入金反映、こちら12時間以内ということになっています。カスタマーサポート、土日は休止になるようですね。そして新規口座登録申請、本人確認のハガキ発送は5月7日以降になりますので注意してください。休業するサービスに関しては、日本円出金にかかる銀行振込手続きは連休中も実施するが、各金融機関によって、ね、反映の遅れが発生する場合があるということですので、こちらも注意してください。さあ、次、財布ですね。通常通りのサービスは仮想通貨取引サービス、そして仮想通貨入出金ですね、そしてクイック入金、財布サポート窓口、こちらメールサポートは通常通り行われるようです。休業するサービスに関しては、日本への入出金及び指導による入金手続き、日本への出金手続き、日本への出金ですね、4月26日金曜日11時午前11時以降の出金申請は5月7日以降に手続きを開始するということですね。はい、財布サポート窓口、コールサポート、チャットサポートはお休みになりますので、注意してください。はい、GMO コインですね。通常通りのサービスは仮想通貨取引サービス、即時入金、そして仮想通貨の預け入れ送付は通常通り行われるようです。休業するサービスはサポートですね、4月27日土曜日から30日火曜日、そして5月2日木曜日から5月6日にかけて、休止するようですね。はい、日本への入出金反映は、4月26日11時以降の振り込みは5月7日に、より5月7日から順次開始するということです。さあ、そしてフィスコ、仮想通貨取引所ですけれども、通常通りのサービスは仮想通貨取引サービス、そして仮想通貨入金のサービスは通常通りですね。休業するサービスはサポート窓口、日本円の入金、そして日本円の出金ですね、4月26日金曜日11時以降の出金申請は5月7日以降に手続きを開始してくださいということですので注意してください。はい、フォービーですね。フォービーは通常通りのサービスは、仮想通貨取引サービス、そして仮想通貨入出金ですね、こちら通常通りです。休業する、サービスはですね、サポート、そして、口座開設審査、そして日本への出金ですね、5月7日以降より順次手続きを開始する予定です。そして日本への出金ですね、こちらちょっとめんどくさいというかね、ちょっとややこしいんですけれども、金額によってですね、出金申請が必要になってきますので、こちらちょっと、大きな金額、動かす方はですね、出勤する方は気をつけてくださいね。はい、こちら要注意です。はい、そして D カレントですね。通常通りのサービスは仮想通貨取引サービス、そして、仮想通貨入出金、カスタマーサポート、お問い合わせ受付、日本円の入金は通常通りのサービスになります。休業するサービスは日本円の出金ですね、4月25日木曜日23時55分以降の出金申請は5月7日以降に反映されますので注意してください。
そしてコインチェックですね、こちらの表も、ありますのでね、必要であればぜひスクリーンショット、動画を止めて撮ってください。はい、コインチェックの通常通りのサービスはですね、仮想通貨取引サービス、カスタマーサポート、コンビニ入金、クイック入金ですね、コインチェック、ウェブのみの利用可能となっております。銀行振込、スミシン、SBI ネット銀行のみ、使えるようになっていますのでね、気をつけてください。休業するサービスは日本円の出金ですね、4月25日木曜日の出金申請は、翌日26日金曜日に振り込まれると。そして4月26日以降ですね、連休中の出金申請は5月7日にね、振り込みがされますので気をつけてください。銀行振込、利用する銀行がモアタイムシステムに加盟していない場合、反映は銀行の営業時間内に行われるということですね、こちらも気をつけてください。銀行振込、もう1個ですね、りそな銀行口座へ5月2日 PM 午前9時から5月6日、午前8時に振り込んだ場合、アカウントへの反映は5月6日、午前8時以降になるということですね、こちらも気をつけてください。はい、まあ、こういった形でですね、仮想通貨の取引所ですね、それぞれ対応が、全くというかね、違っておりますので、メインですね、使っている取引所の情報をぜひ逃さないようにしていってください。さあ、5月ですね、今後はですね、上昇基調に入っているんですけれども、いつ何が起こるか、分からないというところではありますけれども、新時代を迎えるにあたってですね、やはりいい流れにね、こう動いてもらいたいというところが投資家心理にあるとは思うんですけれども、今のところ上昇基調をね、保っておりますので、ここをね維持して、もらいながらですね、ビットコインもちろん頑張ってほしいんですけれども、その他ねアルトコインの、流れもですね、このままいい流れにね、なってほしいなと、なっていくんじゃないかなっていうのが僕個人のね判断になっておりますので、そこはね判断材料として持っていただきたいなというふうに思っております。ただやはり30万時代ね、冬の時代を、知ってる方、そこをね駆け抜けて、共にね駆け抜けてきた方にとってはですね、もうビットコインもね、もうほぼ2倍近い価格になっておりますし、それだけでもかなり、気持ち的にはね、いい方にね向いてると思いますし、ただ30万円時代にねこう仕込んでおいた先見の明のある方はですね、今、資産がね増えてホクホクになっている方もねいると思うんですけれども、ブロックチェーン技術の、ね、普及に向けてはですね、様々なニュースがね出ておりますので、ここはね本当に期待していいのかなと思いますね。バイナンスコイン、BNB のね高騰も含めてそうですし、モノコインもね最近2倍の高騰冒頭ね見せてますから、今からねどんどん普及が進んでいくと思いますし、そのねまだニュースをね、どんどんお送りしていきたいと思いますのでね、どうぞよろしくお願いいたします。さあ、これからねゴールデンウィーク、皆さん口、お出かけすると思うんですけれどもね、ぜひ気をつけて、行ってくださいね。この後僕もね仮想通貨動画、どんどんお届けしていきたいと思いますのでね、今後ともどうぞよろしくお願いいたします。はい、それでは最後まで動画をご覧いただきありがとうございました。